リアガード滝とは北アメリカ大陸北西部のカナディアンロッキーの西側を流れるフレーザー川の本流に存在する幕府の一つである。リアガード滝の様子。リアガード滝は北緯52度58分25秒、整形119度21分50秒に位置しており、ここはカナダのブリティッシュ・コロンビア州に属している。なお、この滝の周辺は同州によって リアガード滝州立公園に指定されており、自然保護地域とされている。リアガード滝の落差は約6メートル、平均幅約61メートルほどである。ただし、この滝は多段に分かれている上に、約20メートルの区間で約6メートルを流れ降りる形となっている。つまり、この滝の勾配は平均すると約300パーミルに過ぎない。このため、 これを単なる急流であるとみなす人もいるかもしれない。なお、リアガード滝はフレーザー側の本流に存在する滝だが、この滝におけるフレーザー側の流量は平均171とされている。付近は陶器に氷点下になり降る気候であるものの、この滝は年中凍ることもなく流れ続けている。つまり、フレーザー側もこの滝の付近では陶器も凍らないことを意味する。 フレーザー側は、かなりアンロッキーから、太平洋へと流れ込んでいる河川であるわけだが、この川の本流には、リアガード滝の他にも例えばオーバーランダー滝が存在する。そして、リアガード滝と比較すると、オーバーランダー滝の方が落差が大きい。ちなみに、リアガード滝とオーバーランダー滝とは、直線距離で約 12km しか離れていないものの、 記述の通りリアガード滝周辺はリアガード滝周立公園に指定されているのに対してオーバーランダー滝の周辺はロブソン山周立公園に指定されており別な周立公園内に存在しているフレーザー川は酒が産卵のために遡上してくる川として知られているしかし酒はリアガード滝付近までしか遡上してこずリアガード滝よりも上流側で 鮭は見ることができないとも言われている。しかしながら、リアガード滝は、落差がわずか6メートル程度である上に、多段に分かれていて、20メートルの区間を流れ降っているだけであり、鮭の運動能力を考えれば、リアガード滝程度ならば乗り越えられるのではないかとも、言われている。ただ、いずれにしても、フレーザー側における鮭の素状は、この滝付近まで終わると言われている。 リアガード滝の周辺はリアガード滝州立公園に指定されているわけだがこの公園のすぐ北側にはイエローヘッド高速道路の一部にあたるブリティッシュコロンビア州高速道路16号線が通っており自動車などでリアガード滝州立公園までは比較的簡単に来ることができる同公園は自然保護地域とされているもののリアガード滝へと向かう遊歩道は 整備されており、リアガードだけを見に行くことはできるようになっている。ただし、付近の植物などを保護するため、この遊歩道から外れることは許されていない。そして、犬をはじめとするペットを連れてくる際は、常に縄をつけて、その行動をコントロールせねばならず、排泄物などの処理も行わなければならない。なお、この付近には野生のクマなども生息しているため、 ペットの安全は全く保証されていない点に留意すべきである。このほか、滝の周辺には足を踏み入れると危険な場所もあるため、自身の身の安全のためにも指定されたコースから外れるべきではないとされている。参考までに、オーバーランダー滝の落差は約9メートルである。AB、リアガードホールズハット、リアガードホールズハット AB、 リアーガードフォールズパークハット ABCDEF リアーガードフォールズハットリアガードだけからオーバーランダーだけまでの距離オーバーランダーフォールズハット ABCDEFG リアーガードフォールズプロビンシャルパークありがとうございます